皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。現地時間9月2日、コロンビアで開催されている U20 女子ワールドカップのグループステージの初戦で、U20 日本女子代表はニュージーランドと対戦。7対0で快勝し、白星スタートを切った。画像、U20 女子ワールドカップに挑む。笑顔でポートレート撮影に臨んだヤングなでしこを特集。パート1。 ヤングなでしこは16分に土方マヤの得点で先制すると、37分にも土方が追加点をゲット。40分には笹井和亜、その4分後には大山真江が加点し、前半だけで4点のリードを奪う。後半に入っても攻め続け、60分には小山篠館がチーム5点目を挙げる。さらに74分に葉山美久がゴール。 後半アディショナルタイムには、ささいなこの日2点目を決めてゴールラッシュを締めくくった。この結果を受けて、敵国ニュージーランドのメディア、フレンズ・オブ・フットボールは、日本はよく寝られた前への動きと破壊的なパスを織り交ぜてゲームを支配した。ニュージーランドは全力を尽くしたが、相手がとにかく優秀すぎたと報じている。また、ニュージーランドのレオン・バーニー監督も、 以下のように日本の強さに脱帽した。日本は過去3回の U20 ワールドカップでメダルを獲得しており印象的なチームだどんなに我々が必要な場所に選手を配置しても彼女たちは隙を突いてプレーしてくる乾杯だった圧勝したヤングナデシコは次節5日にガーナと相まみえるどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう